はい、どうも、辰巳イバノビッチです。今日はこの SH モンスターアーツの、ゴジラジュニアを開けてみたいと思います。これは、初版の、オリジナルの、ゴジラジュニアで、前回開けたのがこのスペシャルカラーバージョンなんですけれども、ちょうどいい機会なのでこれを2つとも、比較してみようと思います。あの前のリトルゴジラと同じようにちょっと比較をして色の違いとかそういうとこを見てみたいと思います。はい、これがオリジナルの SH モンスターズのゴジラジュニアのパッケージですね。まずここにあのちょっと緑色のゴジラジュニアの写真が正面にあるのと、横、後ろがこんな感じとなってます。で、これがパッケージの中身です。で、このオリジナルのゴジラジュニアにはあのヘリコプターが2機ついてきてます。で、このヘリコプターはあのゴジラ VS、デストロイヤーの時に、三枝美紀が乗ってたヘリコプターなんで、ちょっとそれをがついてきてます。ジュニアとあとはヘリコプターたち。おお。なんかワイヤーみたいのがついてる。なんだろう。よし。取扱説明書によると、このヘリコプターのこの上の羽がこうやって取っ替えられる多いですね。飛んでるやつと飛んでないやつ、で、この中台があるので、これをこう穴に刺してどうすんのこれ。ああ、なるほど。こういろいろここに刺すのか。ここに刺すと、おお、おお、おお。で、なんとか、このようにヘリコプターをこうつけることができました。で、面白いのがこのヘリコプターのワイヤーをいろんな自由自在にこう曲げられるんで、好きな角度でこうなんだいろいろ動きをつけてディスプレイすることができます。こうこうか、こんな感じでできるの。このヘリコプターも、まあ、なんだろう、この、まあ、SH モンスターズの中では、ちょっと、まれな、
セットですね、うん、で、この頭がすごくちっちゃい、なんかリアルなトカゲみたいで可愛いです。でお腹もとってもあのへこんでいて、この骨格がすごく見やすいです。このバンダイのこのゴジラジュニアがすごくあのお腹が出てたんで、あまりあの好きじゃなかったこれの方があのお腹がこうちょっとへこんでるから、とってもこの背筋のなんだろう、この骨格がすごく見えやすいね。ちょっと当時のバンダイのフィギュアはちょっとあんまり好きじゃなかったですね。ただこのなんだろう、この色はやっぱ好きなんですねたら、まずこっちがオリジナルで、こちらがスペシャルカラーバージョンとなってます。なるほど、こっちの方がちょっと鮮やかさはあって、こっちがあのちょっとなんだろう、劇中の汚しがすごくふんだんに使われてます。なんでちょっとなんかここら辺がなんかちょっと茶色っぽかったりして、全然こっちのオリジナルとはまた違う感じです。色の使い方としては、こっちがあの一番最初のリトルゴジラとそっくりで、あのちょっとその深緑のコントラストもあったりします。このただなぜか、このオリジナルの時はそんなに目立たなかったけれども、このスペシャルカラーバージョンになってから、この股のこのジョイントがすごくあの開きすぎて、何かなんかすごくあのブサイクに見えます。なんでこうなんかね指とか入っちゃうこっちはそんなにそうなかったのに、その目立たなかったのに、これはちょっとみんな嫌がってますね、うん。まあこのスペシャルカラーバージョンは一緒にこの火がついてくるんだっけ、こうねパッて火がついてくるから、なんかそれだけまあちょっと特別な感じだけれども、他はあんまりいいことはないです。こんな感じであの火を分け合ってますわーわー。今日はこの2012年に発売されたゴジラジュニアの一番最初の初版のものを開けてみました。で、このヘリコプターとかついてて、ちょっとなんだろう、独特のフィギュアだと思うんですけれども、あんまり個人的にはいらないかなと思いますで今日はついでにこのなんだ、スペシャルカラーバージョンも開けたので、一緒にこの比較もできて、よかったと思いますまああの色の比較はすごくあの分かりやすいかなと思いました、うん、です。なんでこれが2017年に発売されたスペシャルカラーバージョンで、こっちが2012年に発売されたオリジナルの SH モンスターズのゴジラジュニアでした。はい、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。
じゃあねー。